ここの部分なんて言うんでしたっけ。これですか、はい、天神って言います。ここの割れ直しと、はい、あと皮がどうかな、うん、練習パンどころ少し減ってはいるんですよ。ただそんなに音には影響ないぐらいだと思うのでそのままでもいいとは思います。はい、カンベリってここのことですか。この表面、ありがとうございました、ありがとうございました。この竿の表面全体を磨くことになります。そう、信頼でやってて、シって何ですか。シャワリっていうのはね、糸だけの音じゃなくて三味線独特の音を出すためにシャワリっていうのを出すんですけど、ここ紙ゴマが2の糸と3の糸は乗っかるようになってるんですよ、はい、で1の糸は外れてるの。あで長年使ってるからここは減っちゃってるんです。あで今この状態は触りがすごく出づらい状態なので、手が1で2かも忘れました。あ、そうなの、はい、こっちの手前の太い方です。手前の太い方が1、太い方、あ、はい、ここを付け直して、はい、糸巻きの修理しました。ここね、あーなるほど、リハとかするでしょ、はい、本番前には変えた方がいいと。あー確かに、ここは触ってないです。信頼行くわけじゃないですね。はい、こういうのならなんかあれじゃない、こんな感じじゃないですか。踊ったことあるんなら思い出すんじゃないですか。ここの切れ目のところ、はははそれで切れ目、三味線ってこうなってるんですよ、はい、手前で上で、うんうん、はぴったりの人もいるし、はい、上気味の人もいるし、うんうんうん、好みです、うんうん、そうだ、そうやるんだ。ここで調整しなきゃダメですよ。だいたい煮上がりが多いですから、触りがなくなっちゃうんだから。あの実は私のひいじいさんが信頼弾きだったらしいんですよ。ああ流し、うん、はい、うんうん、なんか途中で飽きちゃって嬉しい。3のすくいで1、0、